インタビューを担当します松岡理恵です。そして GPS アーティストの石川元恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川さんが GPS アートを始めたのは最近らしいですね。令和、言語が令和に変わる2019年5月1日にこの侍の絵を描くGPS アートをしたのが最初です。そうだったんですか。記念すべき第1号ということで T シャツにしているんですね。そうですね。このコース自体がこう真ん中に金沢城を中心にして金沢駅、東山茶屋街、寺町寺院群、まあ、こういったような金沢の名所を巡る顔を描く顔マラソンを描いたのが一番最初のきっかけで、すごいゴールした時には感動的でした。そうでしたか。顔マラソン、GPS アート、いろんな言い方があるんですね。そうですね。ここにいろいろ呼び方書いてあるんですけど、現代版ナスカの地上絵とかいろんな表現ありますね。そうでしたか。こちらどれぐらいかかりましたか。こちらは7時間ぐらいかかりましたかね。42キロでマラソンの距離にしたんですね。そうですね、まあ、マラソンだとだいたい4時間とかぐらいで走れるんですけど、まあ、ゆっくりいろいろ巡りながら走るとそれぐらいかかりました。面白いですね、うん、石川さんは10年ぐらい前にマラソンをまずは始めたようですね。そうですね。私ラグビーやっておりまして、学生の頃から社会人まで、で40ぐらいに、まあ、ラグビーをちょっとやめた時期がありまして、そうするとちょっと体がどんどん大きくなっちゃいまして、まあ、今も大きいんですけど、まあ、ちょっとマラソンでも始めてみようかなと思ったのがきっかけです。あ、そう、面白いですね。そしてマラソンと GPS アートを掛け合わせての活動を始めて、今は GPS アーティストと名乗って活躍されています。なんとですね、今年はバナナを描くマラソンのコンテストで大賞を取ったそうですね。そうです。一応こちらの方がバナナの この大賞を取った時のトロフィーなんですけど、金沢の町、金沢城を中心にしてこう同心円を描くような、まあ、そういった町になっておりまして、まあ、バナナがテーマというところで、この金沢のこの曲線をうまく活かせて、まあ、血の利を活かして、まあ、対象をいただけたかなと思ってます。侍も描けるしバナナも描けるし、金沢は GPS アートしやすい街なんですか。そうなんですね。金沢はまず同心円状になってて、あと浅野川と犀川って大きい河川で段丘になってて、坂が結構いっぱいあって、その中に無数に用水があって、もう道があちこちにこう入り組んでると。だから曲線もあれば鋭角に曲がる道とか、まあ、そういったものがいろいろあるので、普通の5番目の町だとこう絵を描くとどうしてもこうドットになるんですけど、はい、金沢はこういう曲線を描いたこう背中の方もこういったような、うまく人間の大迫選手の顔なんですけど、まあ、こういったような綺麗な絵を描ける、要はアーティスティックに描けるっていうのがちょっとこの GPS アートに向いた街なのかなと思います。それはいいですね。マラソンの大迫選手を描いたり、侍を描いたり、バナナを描いたり、はい、そのテーマを見つけるのも面白そうですね。そうですね。で最近はこの金沢だけではなくて石川県のいろんな地域でやっておりまして、いろいろ各地域それぞれ、例えば白衣だったら UFO を売り出すとか、山中温泉だったら松尾芭蕉のお絵描きとか、まあ、そういったテーマを持って やるというところで、そのテーマに沿ってやって、なおかつ松尾芭蕉のところだったらこう俳句を最後にしたためるとか、まあ、こうスポーツとアート、それに文化とか、まあ、そういったいろんなものを掛け合わせるとすごく楽しいですね。地域の活性化につながりますし、もしかしたら観光にもつながるかもしれないですね。そうですね。今はまあなかなかこうコロナで旅行とか、まあ、なかなか自粛というか難しいんですけど、まずはこう地元の人同士でこう走ると、あ、こういうところにこういうものがあったんだみたいな、そういった新たな発見が結構喜びとして実感できますので、まずは地元のみんなで楽しんでから、まあ、今後はこうアフターコロナになったらこう外国の方とか県外の方とか、まあ、そういった方にこう楽しんでもらえたらなと思ってます。そうですね。金沢はなんといっても GPS アートがしやすい街ということなの で、 そうです、ね、GPS アートの街金沢で観光家も目指せるかもしれません、ね、目指したいですね、はい、私ももうこれで150ぐらい石川県でコース作ったので、はい、多分1年ではとても走りきれないぐらいの
コースありますので、ぜひ皆さんには走ってもらいたいと。そうですね、春夏秋冬と。そうですね、その季節の美味しいものを食べたり。そうですね、その食べ物だったり、観光だったり、いろいろ組み合わせながらできたら面白いかなと思ってます。可能性は無限大ですね。無限大ですね、はい。そして私も実は GPS アートを参加したことがありまして、その時私がマラソンが苦手なので、お散歩コースで作っていただいて。そうですね、楽しかったですね。あれ何キロぐらいでしたかね。3キロ2、3キロぐらいでしたかね、はい、猫の、はい、2、3時間かけて歩いたんですけれども、あ、こんなところがあったんだっていう知らない金沢の魅力を発見できますね。そうですね、やっぱり車とかで通り過ぎると、あっという間にこう通り過ぎて気づかないところが、こうやって歩いたりゆっくり走ったりすることで、あ、こんなところにって気づくところいっぱいありますね。はい、それから歴史の街金沢も感じることができましたね。あ、そうですね、歴史ももう金沢の街自体が400年戦火にあってないというところで、昔の街並みがそのまま残ってる。で、道も実はそのまま残ってる。で、描いてるこのアート、作ってる道も実は江戸時代でも描けたりするっていうところで、400年、持続可能な状態で今絵を描いてるっていう、そんな感じかと思います。じゃあ戦火を免れた金沢だからこそ、江戸時代の400年前の道を通って侍を描けた。描けた、じゃあこれから先ももしかしたら未来の人も描いてくれるかもしれないですね。そうですね、200年後300年後同じような感じで、このコースさえ分かれば同じような形で侍の絵が描けるかもしれませんね。では SDGs の古き良き街並みですとか文化を守る、そういう活動にもつながっていきますね。そうですね、そういったところは発信できるんじゃないかなと思います。今 SDGs が叫ばれてますので、こういったようなこの侍のこの、この前田の殿様はこの侍だけど、この文化芸術を奨励したというところで、やっぱり侍はどちらかというとこのスポーツなんですけど、このアートっていうところはやっぱりそういった文化とか芸術を奨励した街っていうところにぴったり、金沢はぴったりの街じゃないかなと。じゃあ加賀百万石の現代の文化としてスポーツとアートを掛け合わせた GPS アート、ぜひ石川さんどんどん発信していってください。頑張りたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。